皆さんこんにちは、七色です。この動画はご覧いただいた皆さんに動画で温泉を訪れた気分を味わっていただくチャンネルです。今回ご紹介するのは岳温泉です。岳温泉は福島県二本松市に所在しており、市の中心部から10キロほど離れた場所にございます。この岳温泉につきましては以前こちらの動画でご紹介させていただきましたが、今回新たな温泉宿がオープンしましたので改めてご紹介をさせていただきます。今回ご紹介するのは RB ホテルさんです。最初にこの温泉宿の開業秘話をご紹介させていただきますが、はじめに何点かお断りをさせていただきたいと思います。この宿のオーナーさんは今から7年前殺人事件にて娘さんを亡くされました。お悔やみを申し上げるとともに、お亡くなりになられた娘さんに対し心よりご冥福をお祈り申し上げます。このオーナーさんは娘さんを亡くされた悲しみを乗り越えてこの宿を開業しました。この事件は発生当時全国で報道されたこともあり、この動画ではご本人の許可を得て事件の状況を実名でご紹介させていただきたいと思います。まず RB ホテルのオーナーであるレアインハオさんはベトナム国籍です。 IT 技術者として2007年に単身で来日、千葉県松戸市で暮らしておりました。その後2010年、娘のリンさんが2歳の時、将来日本の小学校に通わせるため家族をベトナムから日本に呼び寄せました。そしてリンさんは日本の小学校に入学、勉学に励んでおりましたが、3年生だった2017年3月24日登校途中で行方不明になりました。そしてその2日後、リンさんは千葉県我孫子市内にて遺体で発見されました。その約3週間後の4月14日犯人が逮捕されましたが、犯人は近所に住む当時36歳の男性で、ほぼ毎日通学路などで児童の登校を見守る活動をしていたそうです。並びにリンさんが通っていた小学校で過去に保護者会の会長を務めていたということで、あまりに身近な人物による残虐な犯行は当時世間を震撼させました。そしてその後この犯人に対して裁判が行われ、2022年5月無期懲役の判決が確定しております。その後父親であるハオさんはベトナムに帰国することも考えたそうですが、リンさんの将来はベトナムと日本の架け橋になりたいという思いを受け継ぎ、日本に留まることを決めました。そしてリンさんは日本の友達にベトナム料理を食べさせてあげたいと話していたことから、2021年松戸市でベトナム料理店を開業しました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大により経営が難しくなり、心機一転を考えていたそうです。その時岳温泉で旅館が売りに出されていることを知り、家族で移住を決めたそうです。ハオさんは何も悪いことをしていないのに大切なものを失った。東日本大震災と原発事故で大きな被害を受けた福島には自分たちの境遇と重なるところがあるとの思いから移住を決めたそうです。そして昨年2023年6月ベトナム料理店を先行オープン、今月2024年9月12日旅館もオープンにこぎつけたということです。なお屋号の RB はリバース、生まれ変わるという意味で、リンさんに対する願いが込められているそうです。前置きが長くなりましたが、それでは本題である温泉についてご紹介させていただきます。この取材を行っているのはオープンから5日後2024年9月17日ですが、まずこの湯の色を見ていただきたいと思います。真っ白になっておりますが、普段は透明な色をしております。実はこの温泉、源泉はここから約8キロ離れた安達太良山の山頂付近にございます。そしてこの間配管を使ってここまで送られてくるわけですが、1週間に1回その配管の清掃を行う際、中に溜まった湯花を下流に流す作業が行われます。この作業を行う日はミルキーデーと呼ばれておりまして、湯の色が白くなります。実は本日はそのミルキーデーの日になります。なおミルキーデーは通常月曜日となっておりますが、
取材当日は火曜日で、まれに日程が異なることがございます。この日程につきましては、岳温泉観光協会の公式 X にて公開しておりますので、事前にご確認をお願いいたします。なお、この日は RB ホテルさんが開業して初めてのミルキーデーで、多分私がその一番風呂です。5、6人程度が入れるコンパクトな浴槽です。ちなみにこの映像は内湯になりますが、源泉の泉質は pH2.4 の単純酸性温泉です。単純温泉といっても pH は低く、かなりの酸性です。しかし源泉から8キロを移動する間に湯もみされ、優しい肌触りになります。殺菌力が高く、各種皮膚病や胃腸病、神経痛などに効果があるようです。並びに酸性成分が肌の角質を溶かすことから美容効果が高いと言われており、2016年には楽天トラベル美肌の湯ランキングで全国3位に選ばれております。当然源泉かけ流しです。ちなみに浴槽の温度は 43.3 度で少々熱めです。次に外湯になりますが、多分こちらは直径2メートルほどの大きな丸太をくり抜いて作られたと思います。こちらも内湯と同じ湯が注がれておりますが、温度は 47.5 度でかなり高めです。ちなみにこちらは注ぎ口、隣の配管から湯が供給されておりますが、多分この注ぎ口内部の配管が破損したためこのようにしていると思われます。なお源泉の詳しい泉質及び供給システムについてはこちらの動画にて詳しくご紹介しております。並びに源泉の現場につきましてはこちらの動画でご紹介しております。説明欄にリンクを貼り付けておきます。なお安達太良山の源泉付近は火山性ガスの濃度が高く、過去中毒により登山客の死亡事故が何度も起きています。立ち入り禁止のエリアには絶対に入らないようお願いいたします。並びにこの温泉の排水はここから700メートルほど離れた緑ヶ池に注がれますが、ミルキーデーの日はエメラルドグリーンの池に乳白色の模様が描かれるそうです。しかし私が訪れた際まだ模様は描かれておりませんでした。なおこちらの宿はベトナム料理店も併設しておりますので、そちらにて食事をしていきたいと思います。まず私が注文したのは牛フォー、900円です。米粉で作った麺に牛肉が乗っています。香味野菜の香りが食欲をそそります。次に揚げ春巻き300円です。中にたくさんの野菜が入っており、中華料理とは異なった南国風の料理です。最後は何といってもベトナムコーヒー250円です。苦味の強いコーヒーにコンデンスミルクが入っており、パンチの効いた味わいです。実は私11年前にベトナムを訪れたことがございますが、その時と同じ味わいでした。入浴とともにおすすめです。営業のご案内ですが、日帰り入浴の時間は10時から21時までとなっておりますが、受付終了の時刻がはっきりしていないため20時くらいまでには受付されることをおすすめいたします。並びに同じ時間帯でベトナム料理店も営業しておりますが、15時から17時の間は準備の時間となりますので、お食事はこの時間以外でお願いいたします。定休日はございません。料金は600円となっております。並びにこちらの宿まだ開業したばかりで公式ホームページが検索に出てきません。この動画の説明欄にリンクを貼り付けておきますので、そちらもご確認をお願いいたします。最後に岳温泉へのアクセスですが、車の場合東北自動車道の二本松インターチェンジから約8キロです。公共交通機関の場合 JR 東北本線二本松駅から福島交通のバスに乗り換え、岳温泉で下車、所要時間は約30分です。ほぼ1時間おきに運行されております。以上、ここまで岳温泉にて新規オープンしました RB ホテルをご紹介させていただきました。お気に召された方はぜひ岳温泉を訪れてみてください。引き続き他の動画もご視聴いただけますと幸いです。またチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。
ご視聴いただきありがとうございました。